DJ の新しいシネフードローン、DJ アバター2のクイックスタートガイドがリークされてきました。ということで、さらに詳細なスペックというものを分かってきました。はい、どうも、サラクールです。今日は2024年4月6日土曜日になります。今日の話題もなんですけども、 DJI の新しいシネフードローン DJI アバター2の今回ですね、クイックスタートガイドが出てきましたので、そちらの方の話をしていきたいと思います。その前に PR の方をさせていただきます。はい、私、サラクーですね。まあ、ドローンチャンネルとは別に旅チャンネル方を起こしておりまして、サラクーのチラビチャンネル、こちらの方を開設しております。こちらですね、私、サラクーの方が楽しく喋りながらですね、旅をしているというようなチャンネルになっておりまして、今ですね、やってる企画なんですけども、千葉県を徒歩で一周するというふうなですね、企画を行っております。今、最新のものでは、まあ、九十九里浜を歩いておりまして、砂浜にモノリス、99が突如出現と、まあ、いうようなですね、もう動画を上げております。このですね、サラクーのチタビチャンネルの方は、この動画の概要欄のトップのところに、このリンク先を貼っておきますので、ぜひですね、そちらのリンクから遊びに来てもらえると嬉しいです。はい、ということですね、以上 PR になります。はい、ということですね、ドローンの話に戻していきたいと思います。ということで、まあ、今日もなんですけども、DJ の新しいシネフーブドローン、DJ アバター2の、まあ、リーク情報ということで、今回はクイックスタートガイド、まあ、こちらの方が、まあ、リークされてきました。前の動画でも価格とかスペック情報のリーク情報の皆さんと情報シェアの方したんですけども、まあ、さらにですね、踏み込んだリーク内容が、ね、出てきました。で、さらに、こちらのですね、クイックスタートガイドに書かれている内容と、あとですね、今発売されている DJI アバターの比較ですね。あとはですね、ゴーグルのですね、比較表というものも、出てきましたので、こちらに関しては、まあ、比較という意味ではちょうどいいかなと思いますので、そちらの方ですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思っています。さらに、ゴーグル3の方なんですけども、DJI アバター2以外にもね、使えるドローンがあると。いうことも分かりましたので、そちらの方もですね、話していきたいと思います。まずはですね、X の方でジャスパー・エレンスというリーカーが、クイックスタートガイド、こちらの方をですね、まあ、リークしてきてまして、でですね、さらに、スペックの比較表、こちらの方もですね、合わせて書いてありますので、そちらの方、情報者の方、していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらですね、X でジャスパー・エレンスがポストしてた内容になります。まあ、下の方にですね、こちらちょっと開けてみますけども、これですね、クイックスタートガイド、こちらの方が、リークされてきました。なのでですね、まあ、こちらの方、まあ、いろいろとですね、細かい情報というものがですね、こちらの方にわかるということになっております。こちらの方情報に関しましては、後で比較のスペック表というものがですね、出てますので、まあ、そちらの方ですね、詳しく話していきたいと思います。これらのようなですね、ものが出てきていると。いうことになっております。さらにですね、2枚目はこういう風にですね、動画の情報とか、あとはカラープロファイルのね、情報とかいろいろとですね、出てきております。ということで、もういよいよですね、こちらの方ですね、クイックスタートガイドの方も、リークされてきてしまったというような形になっております。でですね、スペックの比較表に行く前に、さらにですね、キャリーバッグの情報も出てきております。まあ、こちらがですね、キャリーバッグになってるんですけども、ちょうどですね、DJ アバターとか、あとゴーグルとかうまくしまえるようなですね、形になってるみたいです。こんな風なですね、キャリーバッグになってるということですね。あとですね、充電するポートなんですけども、今まではだいたい後ろとかにね、ついてたりしたんですけど、今回は横についてということですね。ドローンですね、こちらが前で、こちらは後ろになるんですけども、今回ですね、側面に充電ポートとかついてるというようなね、感じになっております。まあ、この点はですね、ちょうどアクセスしやすいのでいいのかなと思っております。でですね、まあ、比較表とかもね、あるんですけども、ちょっと先にですね、他の画像もありますので、ちょっとだけ見ていきたいと思います。まあ、こちらですね、ゴーグルで、この後ろのところですね、こちらの方にダイヤルがあるので、こちらの方でうまくですね、このバンドの方を調節するというような感じになってるみたいです。で、これがですね、DJI ゴーグル3の、まあ、セット内容と。いうことですね。実際ですね、モーションコントローラーを使ってですね、DJI アバターを飛ばしているような写真もですね、出てきております。ではですね、ここからは比較表の方、見ていきたいと思います。こちらになります。こちらですね、スペックの比較表と
ということで、まず上の方から見ていきたいと思います。まずですね、上の方にはですね、ゴーグルの比較表ということで、こちらですね、左から DJ ゴーグルズ3、DJ ゴーグルズ2、あと DJ ゴーグルズインテグラ、こちらの方になっております。でですね、こちらの方見ていきたいと思うんですけども、まず近眼用のですね、まあ、アジャスメント、こちらに関しては、まあ、ちょっと狭くなってますかね。DJ ゴーグル2の場合は、マイナス 0.8D からだったんですけども、それはですね、マイナス 0.6D ということで、ちょっとだけ狭くなっているような気がします。ただしですね、そこ、ここら辺はあんまり気にしなくてもね、いいのかなっていうことだと思います。よほどの近眼じゃない限りはね、大丈夫なのかなと思っております。DJ インテグラの方はですね、こちらの方の調節機能はないと。いうことですね。あと、リアルビュー PIP なんですけども、今回これがですね、新たに追加されたということでチェック入ってます。その前のですね、ゴーグルにはね、ないということですね。これはですね、ゴーグルの前にですね、カメラがついているので、まあそっちの方がね、使えるというようなね、形になっていると思います。あと、Wi-Fi シェアリング。今までのゴーグルはできなかったんですけども、今回からですね、できるようになっております。あとですね、こちらの方、曇り除去装置なんですけども、今回のゴーグルからですね、ついていると。いうことで、今まではですね、こちら、レンズが曇る場合はですね、対応しなかったんですけれども、今回のゴーグルからは、こちらのですね、曇り除去の方ね、ついているというような形になっております。あとですね、ワイヤレスストリーミングに関しましては、現在のところはサポートしてないということなんですけども、まあ、将来的にはですね、サポートする可能性があるということみたいです。あと、スピーカーに関しましては、DJ ゴーグル2の方にはついてたんですけど、今回はね、ついてないと。いうような感じになっております。あとですね、外部ヘッドホン。こちらの方はですね、すべてのゴーグルにですね、対応しているというような感じですね。で、充電時間の方は、まあ、こういう風になってまして、まあ、DJ ゴーグル3はですね、2時間20分ですね。DJ ゴーグル2が1時間40分。あと、DJ ゴーグルインテルが1時間45分という風になっております。あと、スクリーンに関しては、マイクロ OLED ということで、これはすべてね、同じになっております。あと、解像度に関しましても同じですね。1920×1080 ということになっております。で、視野角に関しては若干ですね、狭くなってるみたいですね。44度ということですね。DJ ゴーグル2よりか若干狭くなっているというような感じになってます。ということですね、ゴーグルとしてはですね、こんな感じになっております。次ですね、モーションコントローラーの方、見ていきたいと思います。左からですね、DJ RC Motion 3。で、右はですね、DJ RC Motion 2。まあ、こちらの比較になってます。重さに関してはですね、前のモデルに比べたらちょっとね、軽くなっているというような感じですね。今回ですね、DJ アバター2の方は、まあ、簡単にですね、アクロバティックなことができるので、まあ、イージーアクロとかもね、ついているというような感じですね。あとですね、AR カーソルというものがついてます。多分なんですけども、これですね、AR における視線バブルカーソルみたいなのがね、どうやらね、ついてるみたいです。ちょっとね、どうやって使うかわからないんですけども、こちらの方にですね、対応しているということですね。これに関してはですね、実際買ってみて、ちょっとそちらの方ですね、レビューの方ね、していきたいと思っております。あと、2ステージアクセラレーターというものもですね、ついてるみたいです。これもちょっとわからないですね。こちらの方もですね、まあ、実際来たから確認したいと思ってます。でですね、バッテリーライフに関しては10時間になってます。前のモデルよりかですね、2倍になっているというような感じですね。で、充電時間に関しましては変わらないですね。2時間ということになっています。充電のパワーに関しては 5V、2A ということで、これもですね、前のモデルと同じになっております。で、続いてですね、ドローンの比較になります。DJ アバター2と DJ アバターになります。まず、マックススピードですね。こちらに関しては、マニュアルモードは変わらないです。秒速27メートルということになっています。ただしですね、スポーツモードは、秒速2メートルほど上がってますね。スポーツモードとしては秒速16メートルということになっております。あと、テイクオフできるですね、高度に関しましては両方ともですね、5000メーターまでということになっております。で、今回ですね、内部ストレージがつきまして46がついているということで、今までのアバターにはついてなかったんですが、今回つきましたということですね。で、イメージセンサーに関しても若干大きくなってまして、1.3 分の1インチ CMOS センサーということになっております。で、視野角に関してはですね、変わらないですね。155度。あとは、絞り値に関しても変わらず、F2.8 の固定ということになっています。なので、今回イメージセンサーとしてちょっとね、大きめのイメージセンサーが載っているということになっております。で、解像度に関しましては、これはですね、前のモデルの DJ アバターと同じになってますね。4K60fps。スローモーションの場合は 2.7K ということになっております。で、ビデオフォーマットも変わらずですね、MP4 の H264、H265 になっています。
で、カラーモードに関しては前のモデルですね、D シネライクしか使えなかったんですけども、今回ですね、D ログ M に対応しているということになっております。あとですね、EIS に関してはこれですね、ロックステディとですね、フライズンステディということで、これはですね、まあ、変わらないということになっております。あと、ジンバルに関しましては、まあ、こちらこれですね、マイナス85度から80度ということで、前のですね、二次アバターよりかです、若干ですね、大きく動くことがね、できそうということになっております。で、あとセンサーの方なんですけども、こちらですね、下部のセンサーだけついてるみたいですね。はい。ということで、DJ アバターに関しては、センサーはですね、まあ、下向きだけというようなね、形になってるみたいです。あと、ビデオ伝送に関しては、今回ですね、O4 がですね、採用されているということです。ライブに関しては同じで 1080p の 100fps に対応ということになっています。で、遅延に関してはですね、前のモデルがですね、28ms だったんですけども、まあ、4ms ほど遅延がですね、短くなってまして、24ms になっているということみたいです。で、今回ですね、O4 がですね、採用されているということで、まあ、最大距離ですね、13km まで伸びているということになっています。まあ、これに関してはですね、日本の場合はちょっと出力が落ちるので、もうちょっと短くなりますけども、まあ、DJ アバターよりかはですね、長くなっている。ということです。あと飛行時間に関しましては、今まではですね、18分だったんですけど、今回ですね、プラス5分ということで23分ですね、飛ぶようになっているということになっています。あとですね、充電時間に関しましてはですね、ちょっとね、短くなってます。今までは48分かかったところをですね、40分で充電できるようになっているというような形になってます。はい、ということですね、まあ、こちらの方、スペック表の比較ということになってまして、まあ、こちらの方ですね、一時停止してもいただいてですね、まあ、どういう風なスペックになっているかというところをですね、まあ、比較表として見ていただくのがね、よろしいかなと思っております。はい、ということですね、以上がですね、比較表になってまして、最後ですね、DJ ゴーグル3、対応しているのがですね、DJ アバター2だけではないということがわかりました。そちらの方もですね、見ていきたいと思うんですけども、これですね、クワドロニュースの方が流してきたポストになっているんですけども、見ていただければわかるんですけども、こちらにですね、DJ ゴーグル3をかけてるんですけども、こちらにですね、飛んでるドローンなんですが、これですね、DJ Air 3ですね。なので、DJ Air 3にもね、対応しているということになっております。で、さらにですね、上の方に行くと、こちらですね、DJI Mini 4 Pro、こちらの方もですね、まあ、対応しているというようなですね、ことがね、こちらからわかるかなと思っております。なので、まあ、今回ですね、出てくる DJI ゴーグル3に関しましては、DJI アバター2だけではなくて、他のドローンにもですね、対応した形で出てくるということがですね、考えられます。はい、ということですね、以上になります。はい、ということで、まあ、さらにですね、まあ、クイックスタートガイドのリークもね、出てきまして、まあ、そちらの方ですね、スペックの比較の方もね、できるようになりました。あと、加えてですね、DJ ゴーグル3の方は、DJ アバター2だけではなくて、DJ Air 3とか、DJ Mini 4 Pro にもですね、使えるところがね、ポイントになっているかなということで、まあ、ちょっとね、その点もですね、嬉しいかなと思っております。はい、ということですね、本当にあともうちょっとですね、出てきますので、本当に楽しみでたまりません。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。今チャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。